今回は三聖火災杯の決勝の子を見ていきたいと思います。黒番が新人祖九段で、白番がチェジョン九段ですね。韓国同士の決勝になったわけですけど、今回の三聖火災杯は、韓国はとにかく強かったですね。もうベスト4が全員もう韓国勢だったんで、やっぱりね、最近中国に押されてるのかなと思ってたんですけどね、やっぱ強さ見せつけましたね。やっぱり柯潔九段がね、1回戦でね、敗れたっていうのが結構痛かったのかなと思いますね。柯潔九段が1回戦でパク・ジョンファン九段と当たってしまって、ここが1回戦屈指の好カードだったわけなんですけど、パク・ジョンファン九段が勝ってということでね、かなりそこで勢いつきましたよね。で、お互い星と小目からすぐに3-3ですね。で、ここにね、つけてきましたね。いきなり仕掛けてきましたけど、ここでもいきなり、もう見たことない進行になりましたね。ここにつけてきましたね。で、こうなって、これを利かしという判断をして、左下割と、黒仕掛けたんですけど、穏やかな分かれになりましたね。で、ここで黒がまた手抜いたんですね。ここで手抜き面白いとこでしたね。ここの切り取りがね、残ってるんでね、手抜いて大丈夫っていう判断ですね。確かにここの黒は、なんか全部取られるようなことはないですかね。で、黒が先に切り取り打ちましたね。この切り取りめちゃめちゃ大きいんですよね。白から継ぐ手が先手ですからね。地としても非常に大きい根拠の要点ですよね、お互いの。で、こうやって、ここは一回ね、下で受けましたね。あんまり戦うとこじゃないという判断ですね。で、切り厳しかったですね。ここが大きいんですね。他にも上辺とか大きいところ残ってそうですけどね。右下も大きいんですかね。いろいろ手が広い局面で厳しい手選びましたね。狙いとしてはこの左下の白攻めようっていう攻めの一手ですよね。白も反撃してきましたね。で、こうやって、今ね、黒が攻めてるんですが、とりあえずここの種石取れて白も安心ですかね。割と穏やかな分かれになりましたね。これは黒が穏やかな分かれ選択したんですよね。覗き打って当ても示してますから、ここはちょっと逃げるのはさすがにしんどいということですかね。逃げるような手も一応示してはいるんで、ないことはないということですね。ないことはなかったようですね。逃げる手もあったんですが、穏やかな手を選択しましたね。捨てるにしても先に覗く手もあったみたいなんですけど、覗き打たずに捨てましたね。ここら辺の微妙なこの覗き打つ打たないとかの、多分そういう微妙な問題なんですけど、少し黒の評価値は下がってたようですね。ただこれ冷静ですよね。これお互いどういう棋風かというと、序盤、中盤、終盤、隙がお互いないんですよね。だからこそ決勝まで来れてるということなんですよね。弱点らしい弱点がないんですよね。だからほとんどお互い悪手打たないですよね。で、ここで白が反撃ですね。これはもう勝負手ですね。自分のね、白石も結構弱いんですけど、
ここは白石周りたくさんあるので戦っていくということですね。で、ここ助け出しましたね。この時に切った手がいい手でしたね。すかさず切りを打って、それからつながりまして、まあ、白危ないのでとりあえず隅の方行って、で、ここに取りに回ることができて、ここで黒が形勢良くなったかなと思いますね。これで黒が弱い石が、まあ、あと一つだけですよね。右辺のこの黒石ですね。この黒石さえ、しのげればっていう、さばければっていうことなので、取ったことによって真ん中の白弱くなってますから、これは、しのぎには苦労しない形ですよね。で、置きが、これもさばきの手筋でしたね。これよく出てくる手筋ですよね。部分的にも。これで生き形になりましたね。で、こうやって。こうやって。いや、ここで手抜けるっていう判断ですよね。これが強かったですね。なんか今黒が攻められてたんですけど、先手でもう生きてるということですね。これ強かったですね。ここの白を1目取る手が残ってるので大丈夫という判断ですね。いや、これが強かったですね。もう白もなかなか取りにはいけないということですね。まあ、これも下辺地を得しながらしのぎの足しになってますよね。で、これで黒は生きることができましたね。で、こう生きた時点で、もうはっきり黒優勢なのかなと思いますね。で、ヨセに入りましたね。もう弱い石がなくなったのでヨセに入りましたね。で、跳ね継ぎを先手で打って、もう黒は味悪いところをどんどん消してますよね。上辺の味悪いところも優勢なので分かりやすく形を決めて、で、一番味悪かったこの下辺をね、しっかり守って、まあ、これで分かりやすく黒、この時点で優勢になったかなと思います。で、この後はもうしばらく打たれまして、205手まで打たれまして、で、ここで白が投了して黒の調子勝ちとなりました。まあ、やはり新人速九段強かったですね。悪手らしい悪手がなかったですね。まあ、最後も多分はっきり、これぐらいの差っていうことですかね。はっきり足りないということで、まあ、投了も仕方ないという判断だったかなと思います。まあ、でもね、決勝ね、3番勝負なので、まあ、2勝した方が優勝なので、まだまだね、チェジョン九段にもね、優勝するチャンス十分あるのかなと思います。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。